今回は4月12日に追加されたうす桜鬼コラボカードの東堂天介を紹介するよ。計略は四季さんの目覚め系計略で、味方の緑の最大武力13以上を参戦し、武力プラス7以上になると攻撃力が約2倍に上がる。効果時間も8カウント以上と長め。スペックも3分の3先陣で同枠となる。中田は琴や上周辺より評価しやすく、井上源三郎より計略で評価できるから、緑の一個人の中で最も採用しやすい位置にいるんでしょう。序盤地力4やから不平で即撤退することも少ないし、計略も三国志大戦の関連兵が抱えてた問題点やった。目覚めたら武力はあるけど、一個人やから攻撃力がやぶくてスルーされがちな欠点を改善した完成度の高い一枚。面白い。わしは所詮脇役か。今日はやめておく。よけ、最後まで下は抜かねえ。行くぞ。公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。消えろ、消えろ。もっと前出なくていいのか。行くぞ。絶対入れ墨人品は無事だ。サヤに襲うんな、まだ早い。流派発動。見ろ方、ここはカウンター性能の高い銀玉オキタを採用してなかったら渾身号令を叩かれて深手を追ってたから、エッジパーツに救われた感。行くぞ。こっちは遊び足りんぞ。野望の光、リンネのささやき、ウグイスの声。行くぞ。はあ、わしは所詮脇役か。ただで死ぬと思うたか。俺が行く道は俺が決めるんだ。ゲロゲロゲロ。行くぞ。最後まで下は抜かねえ。流派発動。一の方、行くぞ。流派発動。三の方、面白い。こんな感じで色彩として高い努力上昇値と1コストは思えない圧巻の向上力を得られるよ。少しは役に立ったかな。面白い。公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。こんなんガキの喧嘩じゃねえだ。はあ、三河武士の誇り見せてやれ。行くぞ。もっと前出なくていいのか。サヤに収まんな、まだ早い。面白い。てめえら全員俺が粛清する。城ごと踏み潰す。
戦いはここから本番よ。圧倒的、圧倒的、圧倒的よ。全機解放。俺が決めるんだ。全機解放。流派発動。見ろ肩。逃げねえ。これは俺の人生のリベンジだ。最後まで下は抜かねえ。で負けねえ。あの白毛1秒を2パンで削り切るのはこんなにやばいと思った。今回は2試合やるよ。私は役に立ったかな。貴様には到底見えない。面白い。はこんなガキの喧嘩じゃねえだろ。最後まで下は抜かねえ。面白い。我が死は伏せよ。止め。どうし公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。もっと前出なくていいのか。おらで負けねえ。間に合ったか。サイヤに収まんな。まだ早い。どうした。こっちは遊び足りんぞ。風林火山の旗のもと結束せよ。行け行け。最後まで下は抜かねえ。行け行け。先手必勝。全軍突撃。の喧嘩じゃねえだろ。遅すぎる。少しは役に立ったかな。面白い。どうか。面白い。絶対負けねえ。
間に合ったか。もっと前出なくていいのか。行け。どうした？こっちは遊び足りんぞ。流派発動。三の方。俺が決めるんだ。やめておく。こんなガキの喧嘩じゃねえだ。公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。一の方。少しは役に立ったかな。戦機解放。入れ墨認否は無事だ。間に合ったか。サイヤに収まるな。まだ早い。風林火山の旗のもと結束せよ。戦う相手を間違えたな。もっと前出なくていいのか。こっちは遊び足りんぞ。公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。ガキの喧嘩じゃねえ。流派発動。二の方。流派発動。二の方。俺が行く道は俺が決めるんだ。風林火山の旗のもと結束せよ。少しは役に立ったかな。行け。野望、我が身を焼くか。やめておこう。我が死は伏せよ。最後まで下は抜かねえ。ご視聴ありがとうございました。